聞いてる。聞きに来たんだ千早。あの時の返事を原田先生は。ああぶっちゃけ去年のトラウマ思い出したし、けどま全然いいっすよ、乗り越えたし。大丈夫だっつってんだろダホ、たまには先輩の言うこと聞けや。殺すぞ。ったく今時の一年はどいつもこいつももっと敬え先輩を。そしてひらめせ。ダメや、ひらめきテニス言うたって今までずっとやってきたバイブルテニスが体に染みついとる。すごいスピードや、なにわのスピードスターや。頭脳テニス、こりゃ手ごわい。基本もへったくれもないけどすごいプレーや。このチームがまとまれば全国ベスト4、いや優勝かて。どうした、剣属機は負担が大きいから体術を向上させたいと言ったのはお前だぞ。何を考えてるんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。そうか、きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。赤道中学出身結城哲也、希望ポジション特になし。え、すげえお願いばっかしちゃったよ。試合のことから将来のことまで、 あと隣んちのじいちゃん犬の健康までお願いしちゃったよ。わかった、岩飛びのやつら来たのか。行っても後で校内案内してやるんだろう。他のご正体はこのダリューンが存じております。殿下はこのダリューンにとって何よりも大事な主君でいらっしゃいます。それではいけませんか。なんだよ、結構当たんじゃねえか。なんて声出してやがる。ライド、俺は鉄火団団長オルガイツカだぞ。いいか、行くぞ。みんなが待ってんだ。俺は止まんねえからよ。お前らが止まんねえ限りその先に俺はいるぞ。俺は元ヤン、親も元ヤンだ。親父は賊の頭で、お袋はレディースの頭。弱点の襟足を掴まれた時はダメだと思ったが、なんとか勝てた。気がつくと賊を作り、襟足も地面についていた。引き肉にしていい。てめえせって言うんじゃねえぞ。見るな田中、ドッペルゲンガーだ。すまん、あまりにも顔が同じすぎて取り乱してしまった。よああまあちょっといろいろあってな。この刑務所には何人のナンバーワンがいるんだろう。人が一人死んで一シルバーかよ。マナトはもういないんだって。お宅の社員さんが海岸の漁業網に引っかかってるんだけど、引き取ってくんない？9月某日入電。後ろ畑に変な人が埋まっとったんじゃが、そちらの同僚さんかの。あれはまさか。踏みかけまずいよ。言うな。ホークスの背中がない、翼が燃えて。今のはアルティメットダイブボムって言おうと。ジャンク、ビリビリ、避けろ、触ったらアウト。何度も言わせんじゃねえ、消えろよ。わかるだろ、お前みたいな奴に割く時間がもったいない。先生は柱だったんだ。元柱に指南を受けられることなんてめったにない。先生がお前に稽古をつけてる時間は完全に無駄だ。なぜお前はここにいるんだ。言葉を失ったか。それがお前の罪への罰。みんながお前の声が出ないのを望んでいるんだ。